イライラ、イライラ、イライラ。あら、マスターさん、どうも。イラ。当たり前でしょ。あ、もう、何ですか、今日のこの甘ったるい空気は。仕事をサボタージュしてる愛の神に対する嫌がらせですか、当てこすりですか。だけどあいにく様です。この日になっても私は絶対に神としての仕事なんかしませんからね。じっととはいえ、とはいえですよ。あなたのその何かを悟っているような目も気に食わないのです。というか予想はしていました。もしあったらそんなことを言ってくるだろうとね。だからですね、実を言えば逆に準備をしていたんですよ。つまり、はい、これをどうぞマスターさん。見ての通り手作りですよ。どうしてそうしたかわかります？この今日って日にはたばけた妄言が乱れ飛ぶじゃないですか。手作りしたから愛がこもってるとかなんとか。くだらない、そういう幻想をぶち壊すべくこの愛の神自ら反証を形作ってあげたわけです。手作りでありながら愛なんて全然こもっていないただのお菓子を。どうです、ありがたいでしょ。うん、おかしいな、もっと嫌そうに受け取ると思ってたのに。ひょっとしてマスターさん、意外に他のサーバントたちからチョコもらえていないんです。一周回ってこんなのでも喜ばれてしまうとなると、そもそものコンセプトがずれてしまうわけで。どうしようかな。よし、決めました。一年に一回しかないこの今日という日ならチャンスを与えてもいいかもしれませんね。わかっているくせに。その贈り物に意味を与えてあげてもいいと言っているんです。わかりやすく言えばサービスの追加ですよ。あーんしてあなたに食べさせてあげてもいいですし。ええ、このお菓子を使って噂に聞くゲームをやってもいいでしょう。お互いに端からかじり始めるあれ、それからその他なんでも。今日は特別な日らしいですから、あなたがうんと首を縦に振りさえすれば、私はそれをやっちゃうことにします。あなたがその行為の本質を理解して言うのなら構いませんよね、きっと。さあ聞きます。よく考えて答えてくださいね。これ以上のものが本当に欲しいですか？わあ、即答。愛すべきおバカさんですね。それじゃあさらにサービスで選ばせてあげます。どの姿がいいですか？せっかくですから一番好きな姿でお相手してあげようかと。恐れを知りませんね。まあ別にいいんですけど。はい、お望みのままに。取り返しのつかないことになっちゃっても知りませんよ。いいえ、実はもうすでになっちゃってるんですけど。さあ、分かっていますよね。あなたは
私の愛が欲しいと言ったのです。形ばかりのチョコだけではなく、私に愛して欲しいと言ったのです。開店休業中でしたけど、あなたがそんなにも望むのならば仕方ないですね。愛の炎でチョコレートよりも甘い堕落にとろけさせてあげましょう。永遠に。ハッピーエンドレスバレンタイン。私の中でどうか無限にまどろんで。